ロジャースオルガンはアメリカ合衆国の製造メーカー、ロジャースインストゥルメンツによるデジタル式協会向けクラシックオルガン。ロジャースインストゥルメンツ社の設立は1958年、オレゴン州にて創業。協会に設置された4段鍵盤のロジャースオルガン半導体素子を使用した電子回路によるクラシックオルガンを初めて製造。1958年。 ロジャースインストゥルメンツ社を創業。テクトロニクス社の役員と創業した技術者で経営が行われていた。1960年トランジスタを用いたアンプを開発。1972年、本パイプ式と電子式の両方を持ち合わせ融合させた、いわゆるハイブリッド式オルガンを開発、音楽的に世に認められる成功を収めた。1977年9月。 アメリカ合衆国最大のテレビラジオネットワークを有する放送局 CBS 社の多角経営の流れを受け、ロジャースインストゥルメンツ社は同社の参加に入った。当時の CBS はピアノの名門ブランド、スタインウェイ、ギターの名門ブランド、フェンラー、エレクトリックピアノの名門ブランド、ローズ、感覚器の名門ブランド、 ゲマインハート他の多数の名門楽器ブランドを有するに至った。ロジャースインストゥルメンツ社はしばらく CBS 社に経営権があったが、1985年、スタンウェイミュージカルプロパティーズ社が、同じく CSB 社参加のスタンウェイとゲマインハート社、およびロジャースインストゥルメンツ社の3社を買収した。1986年、世界で最初にミディ機能を搭載した。 クラシックオルガンを製造。1990年、パラレルデジタルイメージング技術を搭載。オルガン音の力強さと本物らしさを追求した、画期的な技術を開発。1999年、ルームモデリング技術の開発に成功。2009年、USB メモリーによるデータのやり取りを可能にした。2011年、ローランド社固有の専用チップ SSC 技術を 500シリーズの製品ラインナップに搭載。2012年、最高峰の製品ラインナップ、インフィニティシリーズを投入した。これらの開発は、1988年5月、日本のローランド株式会社が、ロジャースインストゥルメンツ社を買収し、以降同社が、ローランドの子会社であったことによる。2社間では相互に、固有の音源技術の交換がなされ、オルガンの設計。 開発が行われた。また米国オレゴン州の工場では、ロジャースオルガンに加えローランドブランド製品も生産されていた。2016年1月、事業再編を進めていたローランド株式会社は、ロジャースインストゥルメンツ社をオランダのバンドウィーアファミリーに売却。その後日本国内では、可愛楽器製作所がロジャース社の販売代理店となっている。ロジャース。 ありがとうございます。